でしたでしょうか。バイオリン始めチャンネル勝手に夏のジブリ音楽祭2020ということで、全5回にわたってジブリ作品の曲を弦楽四重奏で演奏いたします。第2回の今回はもののけ姫より橋高節記をお届けいたしました。村井嘉一さんが歌う主題歌もののけ姫に次ぐメインテーマですよね。皆さんはこのもののけ姫の中で好きな名ゼリフは何ですか？有名なのでしたらモロの黙れこぞお前にさんが救えるかはありますが、私はもう本当に終盤絶望のさんに明日がかけるこの言葉、まだ終わらない、私たちがまだ生きているのだから、これがたまらなく好きです。ギュッてギュッてギュッてして言われるんですよ。大丈夫な気がしてきません？ぜひ皆さんの好きな名ゼリフコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。さて次回はどの名曲を演奏するのでしょうか。乞うご期待です。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価もしていただけたら大変嬉しいです。それではまた次回の